G7-0 は、韓国の自動車メーカー、現代自動車が、ジェネシスブランドで展開する高級車である。中型スポーツセダンであり、ジェネシスブランド構築に次ぐ開発された車種である。キアスティンガーと同じプラットフォームを共有する。2016年のニューヨークモーターショーで発表された、ジェネシスニューヨークコンセプトを源流とし、e q 9 0 0 G8-0 に続く。 ジェネシスブランド第3弾として発表すべく、開発されたのが G7-0 である。ジェネシスブランド設立後初の完全新規開発車種であり、キアスティンガーとはプラットフォームを含めメカニズムの大半を共用する兄弟車である。また、2020年12月に登場した GV70 は G7-0 のメカニズムをベースとしている。世界的なライバルはメルセデス・ベンツ C クラス。 BMW3 シリーズ、ジャガー G、インフィニティ Q50、レクサスイ Is、アルファロメオジュリアなどである。ジェネシス G70 情報面ジェネシス G70、後面2017年9月15日、韓国にて正式発表。ヒュンダイの既存車種をベースとしない全くのブランニューモデルであり、同時にジェネシスラインナップのボトムを受け持つモデルでもある。常実の通り、 メカニズムの大半をスティンガーと共用するため、エンジンラインナップも、スティンガーと同じく3種。V6、直噴の3.3リットル、グッティツインターボを筆頭に、その他に、採用済みの磁気4の2.0リットル、グッティターボ、サンタフェ等に、採用済みの磁気4の2.2リットル E、VGT ターボディーゼルが用意される。3.3リットルツインターボモデルには、 スポーツのグレード名が与えられ、G8 レイスポーツに告示した、性格付けがされる。なお、ディーゼルエンジンは、ジェネシスブランドにおいて初採用となる。トランスミッションは、エンジン、駆動方式の種別に関わらず、すべて8速 AT となり、他のジェネシスモデル同様、FR に加えて、ハトラックと呼ばれる、オードも設定される。安全性については、抜かりなく、旧エアバッグに加え、 高速道路走行支援システム、衝突回避支援、システム、スマート姿勢コントロール、不注意運転警報システムを統括した、ジェネススマートセンスも搭載される。2019年1月、デトロイトモーターショーにおいて、北米カーオブザイヤー2019を受賞。粉も、SUV カーオブザイヤーを受賞したため、ヒュンダイグループにとっては2冠となる。 メッシュタイプの大型クレストラジエーターグリルは強靭な印象を与え、長いボンネットと短いフロントオーバーハングなどでダイナミックなイメージを極大化した。タンブが跳ね上がったトランクリッドと洗練された形状のバンパーも典型的なスポーツセダンの形を整えた。外装色は均一なアルミニウム粒子とゴチェド有色カラー層を分離して塗装する新規工法を導入し、 サイドと軌道を最大化し、溢れる躍動感を実装した。リアルアルミドアトリムガーニッシュ、メタルスピーカーグリルなど、内蔵のあちこちに、リアル素材を、拡大運営して、高級感を加えた。基本適用される7インチ TFT、LCD クラスターは、エンジンオイルの温度計、トルクゲージ、ターボブーストゲージ、ベストラップと最近更新した3つのラップタイムまで、示し、ラップタイマー。 重力加速度の G 値を表示してくれる G、ホースメートルまで提供される。エンジンオニイコライジング技術のアクティブサウンドデザインが基本的な適用されて走行感性を極大化した。超高張力鋼板を拡大適用して車体の強度を増加させ、構造用接着剤拡大適用され、結合構造の強化を通じ最高レベルの車体強度を実現した。またフード。 フロントバンパービーム、エンジンルーム支柱アップデート、リファレンシャルハウジング、ロアコントロールアームにアルミを使用して軽量化した。2.2リットル REVGT エンジン、2.0リットルシーター IT、グッディエンジン、3.3リットルラムダ T、グッディエンジンなどが適用される。ラック駆動型電動パワーステアリングシステムに、可変ギアヒステアリングが適用されて洗練されたし、 軽快なハンドリングを実現し、滑りやすい路面での駆動力向上のための、機械式作動歯車制限装置が適用さされた。四輪駆動は、H トラック電子駆動システムのダイナミックトルクベクタリングシステムを介して、各車輪の制動力とトルクを可変制御して、コーナリングや急ブレーキ、急加速時の車両を効率的に制御する。空気抵抗を最小限デザインに、 空力性能を反射させ、車体下部にフルアンダーカバーを装着して、最高レベルの空気抵抗係数である0.28を確保した。走行モードは、運転者の就航と走行環境に合わせて、コンフォート、エコ、スポーツ、スマート、カスタムなど5つのモードを、センターコンソールにあるノブで調整することができる。電子制御スポーツサスペンションは、路面と運転条件に応じて、 ショックアブソーバの減衰力を可変制御して、走行性能と快適性を同時に確保する。タイヤの場合、17.18インチは4、季節ブリジストンポテンザ r e 9 7 a s 0 2が、前輪 225-50R17 と後輪 225-45R18 サイズの適用され、19インチは、 夏用ユイチェッピーあるミシュランパイロットスポーツ4が前輪225、40R19 と後輪255、35R19 サイズで適用された。2018年10月17日には電動パワートランクと12.3インチの 3D クラスターなどが追加された2019年型が披露し、同年12月には軽の最高の自動車専門誌で評価される。 米国のモータートレンドから選定2019年、今年の車に選ばれた。2020年10月20日、ザニュー G70 として大幅改良モデルを発表。フロントマスクは G8 レイや GV80、GV70 などと共通イメージのクレストグリルに変更され、ヘッドライトやリアコンビレンズもそれらと同様に上下に分割式に差し替えられた。同時に、 リアのナンバープレートはバンパーレベルに移動し、その跡地には GENESIS のエンブレムを散りばめている。ラインナップ仕様。ありがとうございます。